はい、こんにちは、ケイソウです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、融合パズル、難しいが、はい、8面まで出た。で、クリアしたのは5の5まで、6、7、8、はい、まあ10で終わりなのか20まであるのかっていうとこですかね。まあね。さあ、6面ですが、ここをこことくっつけるために、あ、乗っけなきゃいけない、まあ、どういう階段を作っていこうかなっていうところですかね。左階段2個じゃいけなかったんだっけ。どうだったっけね、昔、前とか前どこまでやったか覚えてないけど、とりあえず左階段2個作ってみるか。うん、よいしょよいしょ。まあ、そんな単純じゃねえことはな。まあまあまあ、ああ、こんなんで終わんだったらな苦労ねえわな。あそこがそもそも、そこがそもそもという説か。で、右判断はないから、右判断が、横判断があればもう平気でいけたんだけどね。そうね、横判断はないから無理か。赤はもちろんいけない。黄色が進むと落ちちゃう。なるほど。黄色そこで、黄色その位置で、その1個左じゃん、黄色が。で、青が左に行けば、もう左左、ずっと左、もう1個左。そう、これが、これの状態で赤が上にいればいい。黄色最初分けておいといて、うんうん、1個だけ入れといて後で合体させるか。あ、うん、だから赤を下ろしちゃってもいいよな、別にな。多分登れるはず、登れるはずだよな、うん、で青は右作っといて、うん、そうね。いや、乗ったまま行かないとダメじゃない。だから、あ、まず入れ替えないとダメか。赤と黄色入れ替えて、入れ替わるよな、うん、で、あー待ってよ、その前に黄色の上に青乗っけなきゃいけないか。あ、逆に乗っかるか。オッケー。で、その上に、いや、その上に赤乗っけとかないと。あー、必要か、うん、これでいけんじゃないかな。難しいね。青、赤、黄色。青、赤、黄色。青、赤、青。青、黄色合体。で、黄色左に押して。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。いけじゃん。素晴らしい。これ簡単じゃん。これ良かったね。うん。これなんか、簡単だった。作ればいい形が分かってたからな。なんか変なやつがいるね。簡単なやつなんだよな、大体な。化け物がいるとき、大体簡単ですな。待てよ。グリッド出してもらっていい？半分のやつがいるね。待て待て、この黄色どうやって上に登るんだ？あそこに手を突っ込まなきゃいけないでしょ？そうだね。こいつは動けないから、こいつがここに行ってやる必要があるね。 3.5 段全部上げないといけないってことは、こいつを全部の上に乗っけなきゃいけないのか。なるほどね。でもこれは普通に1個のやつは乗っかれないから、半段からスタートだね。こいつ超えじゃないと登れないよね。うん。いや、そうだけど。で、そこに右から赤落として、これで登れるのか。そこに乗れるんだ。はいはいはい。で、それの上に。これを足して。え？いや、でも足りないよな。どんどん、まあ、高さは稼げてけるけど。けど、足りないんだ。足りないわ。絶対足りないわ。なるほど。ああ。あ、痛そう。痛そうだね。ああ、痛そう。あ、一回手をかけることができるのか。そうだね、あそこに。でこのままじゃくっついちゃう。まあ、一旦くっついていいのかな。一旦くっついちゃっていい。一旦いいよ。もう今回絶対できないから。ああ、ダメか。逆だったね。無理だね。それ左だったらいけるかもしれない。左。左で。あ、左は別に普通にいけるのか。いけるのか。手をかけるってのも考えなきゃダメだね。そうだね。まず判断最初落とすのは確定として、で、それ上に乗って、やっぱ上に乗っけとくの決まりだ、多分。うん。で、そこに全部乗っけていく。だから、下に落とした時点でもう終わりなんだよな。だから、そこに引っ掛けるじゃん、左に。で、右に行って回収して、これに乗るわけか。あ、乗って、確かに 1.5 だったら乗れる。1.5 だったら乗れるから、これに乗って、で、右に引っ掛かっておいてもらって、はいはいはい、はい。痛そう。で、救いに行って、で、乗ってもらって、左か、今度は。
あれ？いや、いける。乗れるか。いや、待てよ。ああ、大丈夫、大丈夫。それで。あ、それでいいのか。で。よいしょ。ああ、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 びっくりした。できるよ。できる、できる、できる。左、右、右。オッケー。あ、今、顔がちょっと。横につきましたね。なんかいい問題が。でも簡単だったな、これもな。そうね。あ、判断ないのか。判断あるある、横判断がある。グリッドしてみ。横判断じゃ縦判断か。あ、ここか。もうすでに縦判断がある。は？いやいや、で？なんだろうな。落ちて当たれば、あ、今判断に、あー、これ判どういうこと？今なんか起きなかった。これで判断になる。それで判断になるのか。うん、今なんかあった？わかんない。これだって大丈夫？そうなるしかないか。あ、オッケーオッケーオッケー。それで判断にして迎えに行く感じかな。お、今なんかおかしい。なんだこいつ、今なんかおかしいな。おかしくないか。あれ？なんか不思議な感じだったね。うん、でも合ってるはずだわ。あ、合ってるわ。合ってる。大丈夫。うん。でこれで判断作って、で右渡って。あれじゃない？合体してっていいんじゃない？違う？右渡って、あ、合体しちゃダメなのか。合体しちゃ縦に落ちなきゃいけないのか。判断なれるのは青か赤1個だけ。いや、多分押せば判断なんじゃなかったっけ？戻っちゃうんだっけ？そうだね、これで押したらこいつ、あ、両方判断だ。両方判断か。両判断は作れる。片方だけ判断でしょ、うん、にしとけば判断で押してもらって入った後にそいつが押せば判断が元に戻るんじゃない。ちょっと赤左やって赤で右やってみて。そうだよね、うん、だからそのいつでも判断元に戻せる状態になるからちょっと1個だけ判断じゃない状態にしとくか。で青で迎えに行って戻ってくるじゃん、渡れるよね。分かった。落ちればいいのかな。そうだね、うん、青落ちちゃえばいいんだ。だから違う青そうだ、それでぶつけてで青落としちゃって、で赤は来れると。そうで赤は落ちちゃっていい。でそれで判断に、あーあべ、あれダメか。いや判断にしてやって、あーあ、いいんだこれで。あ、ダメか。ダメだね。逆だったらな、逆だったらここで自分で直して自分で入れるんだけど、ね、難しいっすね先輩。やっぱ判断値戻しておいて青だけちょっと右奥、あ、なるほど。あ、順番入れ替わられるね。入れ替わるんですよね。入れ替わる。あ、それでかいぞ。これはいいね。これでかいね。これいいね。これほぼ答えだな。ほぼほぼ答えですね、これね。これいいね。あ、これかなりいい。これは。これ答えっすね、多分。これは広がったね。これ落とすじゃん。うん。落として、落としちゃダメ？落として、まあやってみ、ああ。ああ！大丈夫よ。それで、青をちょっと、左の青をちょっと左端まで押しやっといて、で、赤を2個左、あー今それダメ、それダメ。はい。で、赤を左に2個押しやって、で、青で押しながら死ぬ。で、赤が落ちて、で、右で直ってか。よし。さあ、8面かな、これが。9面か。戻ってみる？見てみようか、ちょっとね。はい。あー、まあ、まあ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 、10で終わりだ。10で終わりだ。とうとう来たか。全クリが見えてきたね。これ横判断も縦判断もありますね、グリッド。でも横判断はあそこでしか作れねえのか。あいつが判断になってるのがポイントですね。右、一番右。そいつ。これいつね。そいつだけが横判断になってます。どうすりゃいいんだろうな。もう階段作るしかないっしょ。どういう階段を作ろうかね。これを青の階段で右上がり階段を作りたいんだよね。うん、
で、なんだ、縦判断は何使うんだ。おい、違うな。いや、まあいいんじゃない今の。これね、判断直っちゃうんだよね。直ってないよ。あ、こういう全体が判断だったのか。なってる、うん、でもな、くっつき方かな。あ、あ、何か。いやいやいや、出た。シャリンガン。久々に見たな。ちなみに、あの、螺旋ガン。螺旋ガン。シャリンガンはまだちょっと違う。サスケになっちゃうな。まあ。いや、待って待って待って。これ作ったところで。登れないし、まず登れないし、これどうすんのって話だしな。いや、もうそれは迎えに行って。やるしかないけど。その横、何使うんだ縦。縦の判断。ああ、左に迎えに行くときに使うのかな。そうだね、多分迎えに行くとき使うんだね。そうだね。右判断作っちゃっていいじゃん。これはこいつは、こいつは良くて、これは迎えに行く、迎えに行く、行く判断な。迎えに行く判断。迎えに行く。そうなるんだ。まず迎えに行くか。迎えに行く三段を作んなきゃダメだ。でも三段作ったらそこ間通れないぞ。そうだね。うん。一個逃がしちゃって、そうだ、ここ通れない。二段しかないもん、どう考えても。通れないから。左階段にすれば通れるけど。二段にして、赤で押せばいいのかな。だって判断判断だったら全部で四になるんじゃない。二段にして。うん、4段になるから、まあ、通れそうではある。うん、いいんじゃない。左にして。それで3、2点、いいってことでしょ。で、あ、持ってきて。あ、これで3、これで2でしょ。ちょうど横通れるんじゃない。押せれば。まあ、よくわかんないけど。本当か。でも、そうだよな。別にいらないんだよな。いやいや、赤逃がしたら通れないって。あ、押せないか、これ。登っちゃうだけか。ってことは。あ、でも下から、下で合体して引っ張れれば。いや、ダメだな。でも赤を救う方法ってこれしかない？いや、あの、判断があるんだから別に2個でいいんだよ。うん、ただ、あそこに登れない。そこだけが問題。作って。便利なんだよな、こいつな。うん、で、そいつの左手に判断で落とせない、そいつ。ああ、優秀な形だね、でもね。ダメだな、多分。うん。それ、クリアなんだよな、いければ。赤がな、ここで突っかかるんだよな。これでいければクリアだな。入れ替えて。あ、行ったんじゃないこれ。行ったでしょ。行ったこれ。行ったよ。行ったよ。わけわからん。いやーよかった、両手に花くんは正解だったんだ、やっぱり。そうね、あいつね、優秀だったもん。優秀だった。一人だけもう融通が利きすぎて、いやこいつやばい。でもさ、それゆえ罠感があったのよ、両手に花くん。いやもう俺これしかないなって思って、まあ、とりあえずなんか青を後から後付け後乗せサクサクでどうにかならんかなと思ってたら、なんとか後乗せだったね。もう試行錯誤の末やってくれましたね。あー、でももう二度と、うん、まあできるか。もうこんだけやったらこんだけやったらできるわ。あー、ちょっと一回見てみない？あと一個とかってことない？多分あと一個で終わると思うんだよね。ラストって書いてあるもん。嘘、ラストで書いてある。ラストって書いてあった。今どこに？本当だ。うわ、最後だ。じゃあもうやっちゃうか。やっちゃうか。これ融合パズルの一番最後の問題。最後な。これ何？だってこれ判断作んなきゃ届かないのに、グリッドやってみたで縦2でしょこれ。あ、無理だ。物理的に無理です。だって2必要なんでしょ。え、まあ、まあまあまあ、どうすんの？乗って もろて、乗ってもろて、乗ってもろって後でくっつ、あ、そういう感じか。はい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 、はい、ああ、そしてね、はい、ああ、そういう形ができんのか。でも、でもこれもどうすんの？わかんないよ。そんなのはわからんよ。なるほど。はい。両方判断作って、お互いに登り合う。
あ、いいね、そういうの、そういうやつやりそう。持ってこないとダメだね。でもね、そうだね。あ、でも最後の問題なのに縦判断がね。そうだね。先にくっついてもらう、その段を使って。なるほどなるほど。1個だけ、まあ、どっちをくっつけるか。あ、でもできる、そんなことできない、落ちちゃうな。じゃあ階段作るしかないか。片方を階段作って、ね、片方にくっついてもらう。あ、いけるいける、右、あ、見える、右。そうね。あ、ダメか。あ、意外と意外と融通が効かない。さっきのやつと全然違うな。見習ってほしいわ。ねえ。あ、あ、これ片方に1個つけるがまずあれだね、考えなきゃいけないね。はい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 。どうすればつけられるかな。片方だけ持ってこようか、1個だけ。はいはいはい。でそいつをその上につける。でもそう、できれば階段を使いたくないよね。そうなんだよ。でも無理だね。階段を作んないと1個つけることはできないかな。終わり。あ、終わり。逆階段、逆階段してみるか。逆階段にして行ってもらって、あ、いや、上に乗っけないとダメだよ、先に。そっか、うん、先に上に乗ってもらえたと、先に行ってもらって、で右に行ってもらえば一回行っちゃっていいんじゃない。あ、いや、右行っちゃっていいんじゃない。その、いやいや、下ろしちゃっていいっしょ。でその穴に一回はまって、で、あー、それ、あれ、あー、そういうことか。ダメなのか。なるほど。じゃあ戻って、その状態で、その状態でそれを右、あ、ちじじ下ろしちゃダメ。そうして、それ右行けないんだよね。それの状態で黄色に押してもらえば、左の黄色に。ああ、なるほどなるほど、なるほど。これいけるっしょ。これくっついた。素晴らしい。俺いけたんじゃないの。いけそう。こうして、あ、いったでしょ。これ黄色の右。あ、乗れないか？あ、こうか。そうね、あ、違うな。それでいいんじゃない？いいんじゃない？それ乗って。あ、あ、いや、待って。もうちょい。あ、ダメか。そんな簡単ではないということか。黄色はね、これでも。待てよ。あ、黄色もいけないのか。これ押してやんなきゃダメか。無事、そうか。無事な。黄色も押してやんなきゃいけない？じゃあ無理では。え、結構だねこれね。実はシンプルなのにな。見た目に反してね。え、反して、出た。俺も今思ったわ。いきなり縦にパターン。いきなり。ああ、では黄色横に置いとかなきゃダメだね、やるんだったらな。そうね、黄色と逆転してな。でも片方どうやってくっつけるんだろうね。そうなんだよ、ね、片方がくっついた後に。これは罪ですね。綺麗な罪。綺麗な罪。しかもどうやってくっつくのって話よね。じゃ、そうなんだ。かといって右に黄色二つ送っとくわけにもいかないんだよね。あ、いけんのか。なんで？あ、こうすればいいのか。でもこういうのが横にしかくっつかないんだよね。縦にパターン。待てよ、だって片方が完成した後に、例えば今緑だけで緑に2個くっつくことはできる？緑だけで緑に2個くっつく。あ、押してもらわないと無理かな。でもそれだったらこのゲームもう無理だよ。このゲームだって片方はくっつくわけでしょ。そうだね。うん。だから片方の形を利用してもうくっつくんだろうな。縦判断ないんだよね。ってことは、縦判断ない。なんかこう階段とかにして無理やりくっつけた後に、その後の階段の力を使ってこの形の利用して黄色もくっつくんだろうね。縦だったら、片方は縦にだったらもうクリアなんだ。外側で縦に作れればいいんだ。だから片方をくっつけた上で
つ落とさない。でも一つ落とさないと逆だから通れるかみたいなところあるな。通れない通れない。だから入れ替えるしかねえわ。入れ替えたら縦が、あ、まあ、階段に上に戻せないかな。片方階段作って、なるほどね、片方を上に戻せないかこれ。あとこっち階段じゃダメか。まあワンチャン、あ、まあ上にいれば運べるか。運べないか。逆階段かな、やるなら。まあ自分だけ行っちゃって、いや、そいついてもらっていいんじゃない。いてもらってその状態にしとけばいいんじゃない。今の状態に、今の状態、最初にした方がいいな。あ、そう、右にずっといればいいと思う。あの緑はずっと右にいていい。右、そこにいればいい。そこ、あ、そこにいれば黄色自ら登れるでしょ。で登って、あ、戻せた戻せた。あ、でもう一段登るでしょこれ。あ、いけたわ。いけるでしょこれ。クリア。じゃあね。あ、まあ、あ、いける。で、その黄色を使って、緑をくっつければいい。なるほどね。くっつけられる。だから黄色は別に下に降りててもいい。あ、最終的に渡れればいいから。あ、そっか。あ、そうじゃない方法でなんかどうにかならんかな。逆から、あ、無理か。まあ、登ってもらって、反対行ってもらっても。最悪 OK。で、うん、これでいいんじゃない。これいったっしょ。あ、いけた。これいったっしょ。これピョンでいいんじゃない。あ、いや、ピョンでいけるっしょ。あ、よし。あー、OK。 すごい。 OK。 次へ。ねえ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 、次なんだね。はい。なんと最高、もう最高難易度だから。最高難易度ね。はい、思ってみませんでした。きっとまたの内容が本当にすごいですと。ありがとうございます。今度こそ本当に本当にお前です。はい、はい、ありがとう。ありがとうございました。わかるよ、信じてないでしょ。確認しに行こう。そうね、確認しに行こう。はい。なんで信じてる。本当に終わりだっつってんのにな。はいはい、まあまあまあ、本当に終わりだと思いますよ。本当に終わり、はい、マスター、まあまあまあ、終わりっぽい、ね、終わりっぽい、ね、うん、はい。まあまあ、右、見に行こうぜ、一応。難しい目、難しい。はい、はい、全部クリア。クリア。ドキドキしてきたら。あ、まあ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 。まあ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 。ありがとうございました。あ、終わりかな、これで。終わりだね。ああ、終わった。終わったやりきった。真ん中の人形触ってもなんもないよね。疑うね。大丈夫ね。疑うね、ね、お前。よし、終わりだ。やっと終わった。終わった。普通に大変だった。いや、いい問題ばっか。いや、本当良かった。楽しめたね。うん。なんか、ババイズより難しくないんだけど。そうだね。うん。でも、なんか、難しさは、まあ、天元突破してたけど。うん。なんだろうね。なんか、まあ、納得はする、最後に。うん。まあ、長々とお付き合いいただいて。まあ、動画ではね、多分15分とかね、そんぐらいになってるからね。まあ、まあ、我々の苦労なんて分かんないでしょうけどね、皆さんはね。最後、いくつからやったっけ ?6、7か。7、8、あ、6、7、8、9、10。6、7、8、9、10かな。うん。か。まあ、動画の時間知りませんけど、今、3時間。3時間、そろそろね、迎えようとしてますけど。よかったですよ。それでも。やっと終わりましたね。はい。じゃあ、はい、終わりましょうか、ユーロパズル。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。